こんにちは、メイン MC のイーノです。よろしくお願いいたします。皆様、今までの放送はチェックしてくれましたか？イーノもめちゃロックの現場に突撃取材に行ったり、スタジオでインタビューしたりと多数のアイドルグループを紹介してきましたが、皆様は推し活ライフ満喫していますでしょうか？4月はむちゃロックの予定が未定なので、むちゃロック以外のイベントにも積極的に遊びに行ってみてくださいね。はい、そして今回の放送は今までの内容とは打って変わって、一押しアーティストやイーノの活動に重点を置いて発信していきたいと思います。そして今回の一押しアーティストはマックスゼロです。マックスゼロはアメリカのニューヨーク出身のアーティストです。2010年の少し懐かしさのあるエモーショナルラウドロックとトラックミュージックを基調とした楽曲を展開しているシンガーソングライターです。2024年より本格的にライブ活動も始めました。イーノともプライベートで交流があり、とてもフランクでアーティスト性にあふれる青年です。どうやら今年の初夏に日本での公演も決まっているみたいですよ。そんなマックスゼロからイーノがおすすめする一曲を皆様にご紹介したいと思います。それでは聴いてください。マックスゼロでプロータイエンジョル。Disappointment and hollow moments, a great reality. I lost.
かがだったでしょうか。邦楽アーティストでいうとワンオクロックさん、洋楽でいうとリンキンパークさんのような楽曲性に似ていると思いますので、そういったアーティストがお好きな方にはドツボだと思います。イーノ的には好きなシンガーさんで、スリーピングウィズサイレンスのケリンクイーンのハイトーンボイスを彷彿させるような声なので超しびれましたね。あ、そういえばマックスゼロさんの GYX という楽曲で私の好きなケリンクイーンとコラボしているみたいなので、皆様ぜひ各音楽プラットフォームにてチェックしてみて聴いてくださいね。大切なお知らせがあります。なんとイーノ自身キャリア初の47都道府県ツアーを行います。イエーイ。
やばい、めちゃくちゃドキドキとワクワクでいっぱいです。47都道府県ツアーといえば、私の尊敬する諸先輩方や憧れたアーティストさんが通ってきた道で、いつか私も挑戦したいなと思っておりました。そんな憧れの47都道府県ツアー、なんとこのいいのもチャレンジする時が来たようです。ドキドキですただよくある47都道府県ツアーでは終わらせたくなかったので、今回は全都道府県ストリートライブで開催いたします。また当ツアーを企画化し、当番組と地上波 MBS 放送のアキナのギャルしか勝たんと各 SNS を使い、ツアー中のすべてを皆様と共有いたします。どういった企画かと言いますと、サイコロを振った数によって旅の資金が変わります。旅の元資金の計算方法は TikTok、Instagram、X、新しく開設するツアーブログのコメント数やいいねの数の合計を元資金とし、毎日2回振られるサイコロの出目によって旅の資金が変わります。ドラゴンダイスである説明、いいのが毎日ドラゴンダイスチャレンジというハッシュタグをつけた投稿を TikTok、X、Instagram、アメブロにて行います。その投稿に対して皆様からのいいね及びコメントの数を支援数として計算いたします。投稿の翌日正午までを計数期間といたします。いいのが毎日12時にドラゴンダイスを振ります。皆様からのいいねコメントでいいのの旅の資金が変わりますので、どうか皆さんたくさんの支援をよろしくお願いいたします。詳しいルール説明は特設サイトをチェックしてみてください。その特設サイトには先ほどお伝えした TikTok、Instagram、X、ブログの各リンクも設定されています。皆様からのいいね、コメントが私の47都道府県ツアーの資金となりますので、どうか応援のほどよろしくお願いいたします。サイコロで生活費が決まるということなので、絶対に1だけは出さないように頑張ります。よろしくお願いします。47都道府県ツアーは私が16歳の頃から憧れてた夢の一つでなんですけども、なぜ47都道府県ツアーかと言いますと、実はもともとバンドがすごい好きで、私の好きなバンドのツアーに一緒にお客さんとしてついて行ってたんですけど、大阪だけじゃなくていろんな地域の人たちのことを音楽で笑顔にできるんだなっていうのを実感したのが、そういう47都道府県ツアーとかだったので、私自身も自分に自信をつけるためだったり、なぜ音楽を始めたかっていう原点の気持ちに戻るために、今回47都道府県回ることを決めました。やっぱライブハウスよりも距離が近いっていうのと、ストリートライブの方が実力の差がすごい出るので、やっぱ自分の実力をつけるためにもライブハウスではなくストリートかなと思ってストリートにしました。今回47都道府県を回るときに、ギャル友達を100人作るのが目標なので、皆さんぜひ私とマイメンになってください。全国にギャルの友達100人作るためにも、全国のギャルにいいの渾身のこの1曲をお届けします。いいのでギャル、どうぞ。無条件の好きが欲しい、みんなが振り向くあの子になりたい。可愛いは正義、可愛いは正義、おしゃれは我慢、誰かのせい。キラキラニヤニヤした人生じゃないと、いやいやイライラ今。キラキラニヤニヤした人生、可愛い女子が映るよ TikTok。 ルーズソックス履いて、派手な髪の毛巻いて、もはや何でも似合う。つけま目尻ずらして、派手なカラコンつけて、ギャルが世界を救う。ギャルが好き、可愛いギャルが好き、みんなもギャルが
皆さんギャルはいかがだったでしょうか。よくライブでも歌うキランチューンなので、ぜひサブスク YouTube でもチェックしてみてくださいね。そして今回 E の47都道府県ツアーをするにあたり、ツアー企画以外にもいろいろなことに挑戦しております。一つはクラウドファンディング、そしてもう一つは全国の共演してくれるストリートミュージシャンの募集と、全国の宿泊施設および飲食店様への協賛企画です。クラウドファンディングはいいのが新しく始めるプロジェクトで、フィールズというロックバンドを始動させます。音楽のスペシャリストたちがバンドチームに所属してくださり、大きく展開していきます。イーノ自身も今までの活動でこのプロジェクトの活動資金はしっかりと貯めてきたのですが、どうしても譲れないこだわりがあり、50万円足りない状況です。私はピンチをチャンスに変えたいので、せっかくなので皆様からお金を集めるだけじゃなくて、みんなと一つの作品を作りたいという思いでクラウドファンディングに挑戦することを決めました。初めてのクラウドファンディングなので至らない点もあるかもしれませんが、私なりに支援してくれているみんなにとって最高の思い出やリターンを考えました。当プロジェクトの特設サイトからクラウドファンディングの情報もチェックできるので、ぜひチェックしてみてください。本当に今回いろんなリターンを私なりに考えたんですけども、ミュージックビデオの撮影に一緒に参加できたり、私があなただけのために楽曲を作ったり、考えただけでワクワクするようなリターンがあるのでチェックしてほしいし、マジでこんなヤバい企画なかなかできないと思ってます。やっぱり事務所に入って最初何をやりたいかっていうのを全部事務所側が受け入れてくれた時に、今しかチャンスがないなと思いました。ほんまに今しかないです。ぜひ皆さんでこのチャンス掴んでいきたいので、よろしくお願いします。今回マジでリターンで私のミュージックビデオにみんなが映るっていうのと、曲作るの、これだけはほんまに事務所に NG 食らいました。ただ私もめちゃくちゃ押し通したんですよ。だからもうこの機会多分最後やと思います。だからこそみんなにこのチャンスを掴んでもらいたいです。私の好きなアーティストさんのミュージックビデオに映れたらいいなとか、私も好きなアーティストさんに曲作ってもらいたいなっていう思いを込めてリターンを考えました。ぜひ皆さんそのチャンスをゲットしてください。そして47都道府県ストリートツアーを回る際に一緒に歌ってくれるストリートミュージシャンの方を募集しております。ここにテロップが出てくれてるはず。ぜひこちらのフォームから応募していただけたら嬉しいです。そして E の47都道府県ツアーを回っている最中にギャル友達を100人作るという目標を掲げておりまして、その目標ですが年齢性別全く問いません。問わないので、ぜひイーノの前面になっていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。最後に全国の宿泊施設さんと飲食店さんに耳寄りの情報があります。今回のツアーの企画は先ほど説明した通りサイコロで旅の資金が決まります。なので宿に泊まれなかったりご飯が食べれない状況に陥ることもきっとあるかもしれません。今回特別ルールとして寝床やご飯を提供してくれた企業さんを全国に PR することで支援を受けられることに決まりました。ありがとうございますなので全然ルール違反じゃないので、ぜひいいのに寝床とご飯を提供してください。よろしくお願いします。ここまでたくさんいろんな情報をお伝えしてきたのですが、全部特設サイトに載っているので絶対ここの特設サイトチェックしてください。よろしくお願いします。常識と得度映ってます。もうわかんねえ、hey。
上心と肉体どっちが本当、あれこれと肉体どっちが本当、ここどこミツバチこっち置いてよ、心と肉体どっちが本当、心臓の狩り物。今回の放送はいつもの内容とは違い、いいのの情報をたくさん発信させていただきました。特設サイトはこちらの QR コードから飛んでチェックしてみてください。よろしくお願いします。次回の放送ではツアーの一部始終や謎のベールに包まれたプロジェクトバンドフィールズの情報をお届けしたいと思いますので、次回の放送も絶対にチェックしてね。次回の放送は私いいのはツアーに出ておりますので、同じ事務所に所属している俳優の奥心ちゃんが代理 MC として出演してくれるので、楽しみにしててくださいね。それでは47都道府県頑張ってくるから応援よろしくね。バイバーイ。吸いづらい空気汚い自分、枕に沈めて整理して